朝7時なんですけど何時に撮影してるんですか、七尾さん。七尾です。今日の動画は成人式同窓会のやらかし。なんとこちらの動画バディさんの発案でございまして、ちょっと嫌がらせかなと思ったんだけどもね。なんで嫌がらせかなと思ったかと言いますと、奈良尾さん不登校であり、成人式にも行ってなければ同窓会も誘われていませんので、そんな僕に出して成人式のやらかしとか同窓会のやらかしみたいなことやっていたらどうですかみたいな感じで、やりちんやりまんのエピソードとか面白いかもしれませんよみたいな感じの提案があったんですけども、嫌がらせだよね、僕言ってないから。この動画って文字起こしだけ多分編集の方にやってもらう予定なんだけども、さっきやりちんとやりまんって言った部分、やりちんだけ伏せ字なしで、やりまんのまだけ伏せ字にされてたらどうなるんでしょうねっていう風に今ふと思いましたね。今の3秒くらいで、やりちんはいいんだけど、やりまんは伏せ字にしなくちゃいけないんだみたいなね。やりちんの血を伏せ字にしないんだったら、やりまんのまま晒しなさいよみたいな感じで怒る感じがフェミニストおばさんになろうかと思ったんですけど、ちょっと待って、朝7時にこのテンションはきつい。うん、きつい。果たして伏せ字になってるのかなってなるのか、ちょっと気になるところですけども。こう、僕成人式行ってないので、成人式のエピソードが特にないので、僕がこの動画出すのが遅いっていうのもあるかもしれませんけども、今って成人式の時期でもないのね。この動画、伸びるわけがないと思ったので、捨て替えです。適当にやっていくよ。この動画多分喋ることがないので、尺稼ぎでも太ったな、お前。うん、だから最近さ、僕サブちゃん墓場の方でさ、切り抜きの動画出してるんだけども、切り抜きの動画の僕意外と顔シュッとしてるんだよね。やっぱり体重全く変わってないんだけど、顔だけなんでこんなにモーって出てくるんだろうね。俺ってやっぱり太ると顔が立体的になっていく意味がないね。顔がモーって前にモーって出てくるの。おって太っていくんじゃなくて、もって太っていくの。今回、七尾がおすすめする小説、こちら、三國かおりさんの、キラキラ光るです。アルチューの嫁とホモである、ムツキ。ホモって言葉って使っていいんだっけ？結構昔に出版された本なんだけども、やっぱりゲイって言葉じゃなくて、ホモって言葉が使われてんだよね。ホモってさ、なんか差別用語だよね、みたいな感じでさ、使っちゃいけないみたいな感じになってなかったっけ？まあ、わかんないんだけど。まあ、その二人が結婚して、で、これなんかおすすめ一回した気がするな。アルチューの嫁は、ゲイの旦那と結婚したわけよね。なんか肉体関係がないわけですよ、ほとんど。だからその肉体関係がないにも関わらず、お互いがお互いをちゃんと信頼し、絆がある。純度 100% の恋愛みたいな感じのね、なんかすごくセックスなしの奇妙な夫婦関係と思いきやさ、肉体関係がないから逆になんかもう純度 100% の恋愛なんじゃないかみたいな感じの、大丈夫心配ない、結婚して急に環境が変わったから不安定になっているんですよ、よくあることだ、彼はニカッと笑って言った。やっぱりだ、私はすっかり失望してしまった、情緒不安定は結婚すれば治ると言ったくせに、なんという矛盾だろう。なんでここ読んだんだろう。三國かおりさんの本って本当にね、食べ物をすごいうまそうに書くっていうから、衣食住をすごいおしゃれに書くので、三國かおりさんの小説、このキラキラ光るもそうなんだけども、まあちょっとアルチューの話なんだけども、 QL 上げていこうぜと思いで、食事楽しんでいこうぜみたいな感じで思いで、こちらぜひとも皆さん読んでみてください。尺は稼げたかな。あ、6分稼げました、ありがとうございます。成人式行ってないんだけども、風の噂で地元の成人式何があったかっていうのは聞いたことあるんだけども、なんか噂によると、僕の地元でなんか中学時代結構真面目だった子、真面目ゆえにその早稲田行ったんだけども、早稲田行ったからこそやっぱり早稲田ってさ、バカじゃないですか。高田の馬場の大学生は、あ、いや中卒でいいなっていうネタがあるくらいなんですけども、真面目だったのに高田のまま行っちゃったせいで、その子がやっぱりなんか急なキャラ変でなんかさ、酒マウントみたいなね、早稲田の飲み方教えてやるぜみたいな感じのテンションになってたらしくって、急に真面目だった子が同窓会でなんか早稲田の飲み方教えてやるぜって言って、二次会のカラオケでゲロ吐いたっていうのを風の噂で聞いています。しかもそのゲロ吐く時がなんか友達の帽子をぶんどってその帽子の中に吐いたらしいのに最悪なんだけど、俺が友達だったらそのゲロ吐いた帽子そいつにかぶせるけどね、えつって、逆にゲロ吐いたったらその帽子かぶって隠蔽するかな。ゲロ吐いたことが恥ずかしくて、危ないっつうろろろろろって吐いて、吐いてない吐いてないみたいな感じでくるりんぱって感じで、そのゲボが溜まった帽子をかぶってゲロ隠蔽みたいなね、忘れ出すやりそうじゃないですか。そういうバカなエピソードしかありませんね、僕は。中学時代の自分とは違うんだぞみたいな感じの見栄を張ったやつが同窓会では吐くよねっていうね、わかんない、行ったことないからわかんないんだけど。ということで、適当に皆さんから募集したものをさばいていきたいと思います。タンクトップのやつ見つけて指さして爆笑した。どうしようこの動画、クソつまんないかもしれないね。タンクトップが似合う男性になりたいよねっていうのは昔からの野望。はい、こちら。コンってやったら折れそうだもん。あれ、大西流星推しかな、この人は。こう、昔の自分のキャラを思い出さなくて浮きまくり。でもこれはわかりますね。やっぱり人間でさ、小学校、中学校、高校、大学でさ、人格変えていくじゃないですか。まあ、小学校、中学校は変わんないかもしれないけど、まあ、高校でメンツ変わって、また大学でメンツ変わるからさ、メンツ変わるごとに、新たな私に変わりますみたいな感じで、少しキャラを更新していくじゃないですか。中学の時、卑屈っぽかったせいでなんか陰キャラ変えと間違いなかったけども、それは反省して、高校でちょっと笑顔多めに行こうかなみたいな感じで、そういうアップデートを重ねていくじゃないですか。そのアップデートを重ねた自分が、まだアップデートしてないのみたいな感じの、ちょっと最近何を出してたか多すぎるな。大学まで更新したにも関わらず、その更新してない同窓会のメンツに、あ、それ結婚式でも思うよね。結婚式誰招待しようっていうね。小中高大、二べもなく、二べもなくって日本語合ってましたっけ。小説を書いています。まんべんなく招待しますか。そしたらなんかさ、キャラ編が浮き彫りになるわ。小学校、中学校、高校、大学、どのキャラで俺はスピーチをしようみたいな、どのキャラで結婚式盛り上げていこうみたいな感じでね、結婚願望ゼロのところが申しておりますね。なんか変な話さ、もうメガネをコンタクトに変えただけでキャラ編って思われちゃうかもしれないしね。最低。当時陰キャだったやつのイキリ、陰キャラではなかったんだけど真面目くなったからさ、ただ真面目一辺倒みたいな自分じゃないよっていうことを見せつけたかったのか知りませんけども、早稲田の飲み方教えてやるぜっつって帽子奪って、ララララララって入ってる。
でも生きらない方がいいです。コロナで成人式行けず気まずい。友達の話だけど酒強いアピしたくてメニューの酒全部飲むみたいなことをしてスキピの膝に大量ゲロ膝に吐きがちだよね。成人式ってやっぱりわかります、はい、ゲロを吐いた自分って一番最低な自分を成人式同窓会で晒してしまった。一番自分の最低な姿を見せたんだからあとは登っていくだけじゃねみたいな感じでね、ポジティブに捉えることもできるかもしれません。あ、同じやつがいる。友人の帽子奪ったオート、これあるあるなのかもしれません。緊急時代のゲロ吐く場所、友達の帽子っていうのはどうしよう、ゲロ吐く場所がないわっつって帽子奪ってうろろろっていうのは結構あるあるなのかもしれませんね。緊急避難場所帽子、だから成人式では高い帽子は被っていかない方がいいですよ。ゲロ吐かれますから。周りが結婚してたりして置いてかれ、何これ長野県の話。成人式で結婚してる人が多いとか、やっぱり日本はやっぱり県ごとに文化が違いますねって。しみじみ、僕んとこほぼ結婚してないよ。僕んとこはやっぱり川崎だけど、あの治安のいい川崎なんで、川崎駅とかじゃない方の川崎なんで、川崎の中で一番治安がいい場所なんだけどね。川崎の中で一番治安がいい区に住んでたにもかかわらず、そこでヤンキーとかやってるやつ受けるよねみたいな感じで盛り上がってましたね。治安がいい地域で生きられましたよねみたいなとこあるよね。まあそれ日本全体で言えるよね。だから世界で一番平和な国と言われている日本で暴走族やられましてもねみたいなとこあるよね。何の話だっけ。僕んちはあの川崎だけども結婚してる人は少なめでしたよ。結婚してる人はほとんどいませんでした。逆になんか結婚してると言ってました。結婚してる人は逆に成人式気まずいから行けないわみたいな感じで来なかったと思います。私というか当時の彼氏が同窓会中目の前で他の女でイチャイチャしてた。ねえ、同窓会不倫は鉄板ですよ。前例入れときな。あ、終わったっけ。サイレントみたいなせいでもう本当に同窓会からの付き合いみたいなやつでいいなと思い始めたんですけども、僕の人生ではもう一生ないんだろうな。久々って言ってから昔の話を酒のつまみにね、なんか酒を飲みながら盛り上がって、盛り上がった拍子にはベッドインして、それでベッドインした後に実は私彼氏いるんだよね、みたいな展開、僕の人生に一生ないんだろうなっていうね。でも一回経験したい気持ちもなきにしても、したくないわ全然。僕も一回人生終了して異世界転生して、その異世界で同窓会やりたい。もう異世界転生したら僕全然ドラゴンとか倒さないからね。もう満を持して同窓会を開きますっつって、同窓生がいないわっつって、もうクソつまんないよ、どうしよう、びっくりする、やばい。朝7時に動画撮るもんじゃない。居酒屋が座敷で吐いてきた、あ、吐いてきてね、吐いてきたもうゲロまみれ、今日ゲロまみれだな。居酒屋が座敷で吐いてきた靴下が中二から使ってたケロケロケロピだったこと。いやでもなんか僕小説家七尾さん一個いい物語が浮かびました。あなたがとてつもない顔に大改造を施したとしますよ。大整形ね。あの成人式で満を持して行ったんだけども、もう顔と総工事したもんですから、私のことなんて誰も気づいてくれないよねと思ったんだけど、これ偏見なんだけど、僕すごいいっぱい整形してる人ってあんまりファッションセンスがないと言いますから、ファッションに関してはワンピースでごまかしがちみたいなところがあると思ってるところがあるんだけども、偏見ですね、すいません。だから顔大整形したにもかかわらず意外とファッションには疎くって、中二からおなじみのケロケロケロピのダッサい靴下を履くわけですよ。好きだった彼は私だって気づいてくれないかなと思ったんだけど、靴を脱いだ時にケロケロケロピが参上。そのケロケロケロピを見たその片思いしていた男の子が、そのケロケロケロッピお前まさか東山かみたいな、私が東山よ、斉藤相馬くんずっと好きでしたみたいな展開。ケロケロケロッピがあなたと斉藤相馬の絆を結びます。元彼に未練を思い出してコクって振られて大号泣ズーン受ける。中学成人式直前まで付き合ってた元彼に当てつけのように男の先輩にバイク迎えに来てもらった。あー、こういう人する人いますよね、気分いいよね。成人式直前まで付き合ってたね。だからこそ成人式でこいつと一緒に成人式行くのかちょっと恥ずかしいかもしれないっていう感じ。やばい、すごいディスでした今。元彼になんか新しい男の先輩にバイクに迎えに来てもらって、それで見せつけることに快感を覚えているような人間だからあなたは振られたのかもしれませんね、なんて思ったり思わなかったりみたいな。こんなこと言いたかったんじゃないのに、なのおさんリスナーの味方をしたかったのにうん、でもこういう当てつけいいよね、気分いいよね。ド金髪ギャルになってたクラスメート、マジで誰か分からずガン無視。僕もなんか中学の元カノって言えるほどでもないんだけども、お遊びみたいな元カノがいたんだけども、その人がパパ活女みたいになってました、はい。なんかショックではなかったけども、まあ、そういう道に進むんだろうなっていうのは分かってたんだけどね。なんかお休みプンプンの愛子ちゃんみたいなところがあったから、この子多分なんかお休みプンプンの愛子ちゃんみたいな人生歩むんだろうなっていうところが若干あったから分かってはいたんですけどもね。どうすんだすんだ、元カノがパパ活女になってる件みたいなね。そっとインスタのフォローを外したよね。一時期セクレだった人が漢字で気まずくていまいち楽しめなかった。ところどころ思うよね。中学校でその人が漢字だからさ、グループラインとかもそのセクレ化招待したりするわけよね。あいの集みんな集合集合、いやこいつすごいグループライン作ってるけどセクレなんだよねと。でいざ成人式になった時も、今宵はみんな集まってくれてありがとうございますみたいな感じで仕切ってるけども、あこいつセクレなんだよね。それでは東山中学校第52期生乾杯って言ってるけどこいつセクレなんだよね。でそいつが二次会のカラオケでなんか友達の帽子奪ってってやってる時も、あこいつセフレなんだよねってところどころ思いますよね。わかります。まだなのでやらかさない方法を教えてください。僕言ってないからわかんないんだけども、急なキャラチェンはやめましょう。酒強いマウント、うん、俺の大学の酒の飲み方教えてやるよって言ってるやつ 100% 吐きますからね、やめてください。市長の話の途中で我慢できずにうんこ言った、市長がうんこみたいなね、いるよね時々。この人の顔見てたらなんか便意を催すんだよねって人いるよね、いねえよ。でもさ、僕さ成人式の同窓会とかは全く興味ないんだけどさ、成人式ってものならなんかその市役所みたいなところに行ってそのさお偉いさんの話を聞くみたいなのには参加したかったなっていうね。逆の人いるんだと思うよね。成人式には行かないんだけど同窓会には行くって人がほとんどだと思うんだけども、僕逆で本当にそういう役所でなんかお偉いさんの話聞きたかったな。自分たちの世代では誰がなんかさ同世代代表で舞台に立つんだろうみたいな感じも見たかったな、これやっぱ同窓会京都だったから行けなかったな。自分の人生から成人式っていうなんか出来事が一切なくなったんだなって今思うとね。別に悲しくはないけど、でも YouTube
今多いと思うわけよ、成人式行かなかったって人。成人式行かなかった芸人みたいな感じでさ、成人式行かなかった YouTuber みたいな感じでさ、第二次成人式みたいなやつ開きません？成人式行かなかった YouTuber 集合みたいな感じで、もう、これさ、俺卒業式もやりたいんだよね。不登校の YouTuber も多いと思うから、その不登校のこの YouTuber かき集めて、できなかった卒業式をやるみたいな感じでね。YouTuber だからこそできなかった卒業式ができてよかったねみたいな感じで感動の嵐みたいな感じになってる時に、僕が言うわけよ。みんな聞いてっつって。僕って高校時代不登校だったんだけど、卒業式は行きましたみたいな。まさかの裏切りっつって飲まされたではなく、自ら飲みすぎて二次会で床にうんこ漏らす人。なんでさ、酒飲んだらさ、下から出てくるのっていう人。もう便意の制御もできなくなるくらい酔うって人いる？あ、下痢か。朝7時なんです今。こんな話させないで。自分のこと覚えてると思ったけど、大声で呼んだらハテナって顔された。あー、かわいと大整形した。でも思うよね、成人式シンガポールで橋でも作ってる新海誠みたいなことしてんのかなみたいな感じじゃない人なのに、成人式とか同窓会来ない人、あ、この人絶対整形したじゃんって思う。僕も中学時代右目一人だったからさ、地元帰ったら思われるのかな。僕もさ、両目がさ、こっちも二重になったのが高校1年生だからさ、顔面七尾さん大工事したなって思われるの。もしかして思われてるかもしんない。僕で地元の人にこの YouTube バレてるのね、ちょっと。あ、なんかこそこそ言われてるかな。え、七尾大整形してねみたいな感じで。全員殺してやるわ。だから成人式来なかったんだみたいな感じでね。うん、殺してやるわ。そんなこと思ってるやついたら。鬼仲悪かったうちの中学の同窓会、女子の出席率 12%。でもあるよね。僕もクラスさんあるんだけども、同窓会は行かなかった人間の方が少なかったんだけども、行かなかった人間って本当に整形してる人とは留学してる人だけがなんか同窓会には出席しなかったんだけども、それ以外の人間は全員集まってたんだけども、なんか僕のクラスは仲悪かったのよ。あんまり団結してなくて、思春期こじらせすぎてる人が多すぎて、なんかもう女子のことを下の名前で呼ぶだけで、みたいなことを言い出すような人がすごい多いクラスだったからね。だから、でも他のクラスは、ちょっと先生とも仲良かったり団結したいね。なんか合唱コンクール優勝したりするわけですよね。関係ないんだけども。当時の学校の担任の先生も集めてそのクラスだけの同窓会とかやったりするんだよね。僕のクラスそれないねと思って。僕のクラスって誰がまとめるんだろう。体育祭の応援団長みたいなのがやるのかな。すごいたびたび登場してるけど、なんかメイプルストーリーやってるってだけでハブられたっていうオタクの男子がいたっていう話知った？メイプルストーリーっていう最先端の遊びをやることによって逆にハブられたオタク男子がいるって言ったじゃないですか。その子がなぜか知らないけど、なんか体育祭の応援団長やってた気がするんだよね。あなたがやるんだみたいな感じの空気がすごかったのをすごい覚えてるんだけど、だからあの子が応援団長だったから多分僕のクラスが同窓会やることは一緒ないですね。成人式の日一日間違えたから何もない日に振り捨ててきた。やばい、これすごい泣ける。なんかさ、あー気持ち悪い。あー、これこういう話ちょっと苦手なんだよね。夏祭り彼氏とデートするために張り切って浴衣着たのに、その彼氏が部活で疲れたから行きませんみたいなことを言い出すとか、そういうエピソードこれたびたび言うと思うんだけど、これなんかすごい苦手なんだよね。こういうなんか女子が張り切ったのに晴天の霹靂でなんか全てがおじゃになるみたいな展開。トイレ行った帰り、違う学校の同窓会で迷い込んだのに気づかず、5分ぐらいない思い出の話をした。コミュ力爆発。そこで新たな出会いみたいなね。岩井俊二さんのラストレターみたいな話ですね。メガネ取っただけなのに変わったねって言われたの腹立つ。あー、わかる。あんなメガネインキャだったのにメガネを外してコンタクトにせて美意識をやっと芽生えたんだみたいな。長野県にカラコンつけていって、カラコンつけたままそのカラコンが凍結すればいいのにね。長野県あるある。つけてるカラコンが目の中で凍結するっていうね。長野県あるあるね。てかこれ実格と磨いてたわ。僕の新しいバリの実格と磨が東北にコンタクトつけていって、目の中でカラコン凍結したんですよねみたいなえぐい話を聞いて、すげえな女子と思ったよ。成人式の時よりも中学生の頃の方が垢抜けてた。あからさまに太ったなっていう子いるもんね。特に男子ね。僕のところもすごいイケメンの子がなんかちょっと太ってて、あーあーあーみたいな。なんかしかも僕が中学の時、仲が悪いわけでもないのにすごい気まずい男子 M 君が言っていたじゃないですか。その M 君がハゲ散らかしてました。ウケる。調子乗って酒飲みすぎて女もいるのに全員の前で放尿した男いた。写真撮ってガレソに送りましょう。北九州市の成人式見てるのこっちが恥ずかしい。あれで成人式問題で1個解決策があるってことを、嫁のことっていう僕の好きなラジオで言ってたんだけども、コミカルな BGM を流すっていうね。あ、タンタンタカタカタンタンタカタカタンタンタカタカタン、なんかあれ北九州の成人がもう、うえーみたいな感じで、その舞台とかに登ってなんか物壊すとかいうことをし始めた時に、運営の大人がタンタンタカタカタンタカタン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 タカタンタンタンみたいな感じでさ、そういうなんかコミカルパニックみたいな感じで BGM 流すことによって、なんかちょっと一枚上手かみたいなね。荒れてる成人がバカみたいじゃないですか。自分の暴走にそのコミカルな BGM が流れることによって、なんか自分のやんちゃが制圧されてるぜみたいな感じで恥ずかしくなって、その暴走をやめるんじゃないかみたいな感じで解決策を提案していましたね。部活集合写真撮りたくなくて走って逃げたのに結局捕まった。いいじゃん、捕まえてくれる人がいるんだから。僕の陸上部なんて呼んでもくれなかったからね。何々中学校陸上部みたいな感じの LINE グループあんのかな。招待してください。招待した上でいつまでも入らないっていうことをやってみたいです、はい。ガキの集まりに行く方がバカだわと親しい友達であげたつもりが公開になってて死んだ。ガキの集まりに行く方がバカだわとか言ってるガキがいるんだわな。やらかしてはないけど化粧しただけで整形疑惑立てられてざわついた。アイライン要注意だよね。アイラインとアイシャドウがあるかないかみたいな問題でさ、やっぱり女子ってすごいイメージ変わるからさ、男子ってやっぱり女子がいかにアイラインのありなしでさ顔の印象変わるかってことあんまり分かってない人多いからさ、成人式でアイライン気合い入れるのはやめた方がいいかもしれませんね。ハゲた七尾さん。
ん、気をつけて。早生まれ酒飲めず参加できない。すごい、こんなこと言うのはなんだけど、ちゃんと守ってるんだ、可愛いじゃん。ねえ、いるよね、早生まれでさ、成人式の同窓会に参加してさ、その同窓会に学校の先生が来るパターン。学校の先生が来た時に、その早生まれの人が酒飲むか飲まないか問題、ちょっとピリつく時あるよね。あ、先生がいるってことは、俺ワンちゃん俺が早生まれのこと分かってるかもしれないけど、その中で俺は酒飲んでいいかなみたいな感じで、あの目くばせね。成人式の同窓会で来る先生何あれ、マジどっちもうざいよね。成人式の同窓会で来る先生も先生でうざいんだけども、その先生が来たってことはさ、他の先生も呼んだわけよね。その先生は来なかったってことはさ、そう、断ったってことだよね。断ったら断ったらうざいよ。来る先生もうざいし、来ない先生もうざい。先生ってうざい。酔っ払って2次会のカラオケ全部払った2万。あ、でもこれわかる。俺も酒飲むとおごっちゃう癖があるんだ。この前あのウームのバディさんと、あ、この話やめよう。言ってないんだけど記憶が蘇ってきたわ。僕の地元の成人式ってな、あの陰キャなんでこの陽キャグループに仲間入りしてんだろうっていう人がちょくちょくいるわけよね。で、その陰キャがいつの間にかなんか成人式でなんかでかい顔し始めてて、高校大学に何があったっていう陰キャの子、僕の地元にもなんかいて、みんなもこれあるあるだと思うんだけども、あの中学時代陰キャだったのに、なんか大学あたりからいつの間にか陽キャ軍団と仲良くなってる子、大体薬物やってます。はい、僕の地元の陽キャ軍団の中に一人なんか元陰キャみたいな子がいたんだけども、中学時代金魚を組んで湧いた子がいたんだけども、その子がなんかもうすごいイケイケになってて、そのイケイケな感じで陽キャグループの一員としてなんかピースみたいな感じしてて、あんたすごい嫌われたのになんで入ってんのと思ったら、なんかその薬物をその陽キャグループの人に売買する人間としてなんか需要が生まれて、そのグループの一員になれたんだって。もう僕地元一緒行かないと思った。だから僕本当に同窓会なんて一緒行かないと思った。僕の地元ってすごい平和な、川崎市の中で一番平和な地域だから、荒れる成人なんてマジでいないんだけども、一人なんかさ、やっぱりいるわけよ。どんなに平和な地域でもヤンチャな子が一人、みんなスーツなんだけど、一人なんか袴みたいな、本当に北九州みたいな感じで袴を着て成人式に参加してきたのね。それを後から僕聞いて、そいつのことをからかったわけですよ。うわ、こういうやついるよねっつって、本当逆に浮いてるぜって、ね、世界で一番平和な国でヤンチャされましてもねみたいな、川崎市の中で一番平和な地域で、なんでこんなヤンチャなことをして浮いてるよね、逆に痛いらしいよねみたいな感じで話してて、僕の話してる相手もね、そうだよねそうだよなみたいな感じで一緒に盛り上がってたんだけども、痛いよねみたいな感じで盛り上がってたら、急になんかその僕が喋ってる相手が、そうだよなこいつ痛いよな、うん、あとこの子ね、去年お父さん死んだらしいよって言われて、なんで今言うのっていう事件がありましたね。どうだったでしょうか皆さん。意外と盛り上がったかな、うん、成人式も同窓会も行ったことがない人間による成人式同窓会のあるあるでしたけども、少し僕のリスナーさんはこれから成人式だよって方も多いと思いますけども、あの俺の大学の飲み方を見せてやるぜみたいなことは絶対にやらないようにお願いします。はい、2時間のカラオケで友達の帽子に吐くことになりますからね。おー危ないっつって、そいつが本当にそんなキャラじゃなかったのよ。本当にクールっていうかさ、真面目でさ、勉強してクールだったのにさ、なんでそのキャラ変した自分を見せつけようなんて思ったんだろうね、あの子。ああ、かわいそう。あと2時間のカラオケで洋楽とか歌わないでね。うん、ワンオクロックで留めてください。あんたが一回留学して英語ペラペラになって洋楽歌えるんだよねってこと、何も興味ありませんからね。黙って菅田将暉歌ってなさい。はい、それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、TikTok に気に入ってから世界でも頑張ります。誰が今度のアルティの7セカンドシングル、賢者飛行絶賛発売中です。概要欄からチェックしてね。7個式ついたインスタグラムは、愛が僕に噛みついてるよ。それではまた来週も見てくださいね。じゃあ、ウフー。